生駒たけし、嵐、梅谷真、栗、青山亮、平山、神谷玲子、水瀬美香、人気ライターの動画が見たいなら必勝本 WebTV 無料番組多数配信中。さらにスペシャル会員になれば攻略誌全7種の付録 DVD 動画が月々たった500円で見放題。必勝本で一発検索。おはようございます。くるみんです。この番組は新人ライターのくるみんがコスプレをしながら新台やら台を打ってライターの腕を磨こうじゃないかという番組です。では早速今日の返信行ってみますか。行きますか。それでは返信しましょう。マッフン、レッフン、ルフン、イエーイ、変身しました。これはゲームアプリのキャラクターです。それで今日打つ機種、狙い機種は何なんですか。被弾のアリア2です。それ加藤さんだよね。これ結構好評なんですよ。今日手あるのみたいな聞かれるんですよ。ということでアリア2打っていきたいと思います。それでは被弾のアリア2を打ちたいと思います。もう休みの日はアリアばっかり打ってます。まずヒステリアモードという金次の、みんなね武帝なんですよ、武装探偵で、金次の特徴が女の子の例えばおっぱいとか見ちゃうと興奮して、興奮すると、もう強くなるんですよ。自分では覚醒しちゃって勝手になるから覚えてないの、覚えてるけど勝手にお嬢様みたいな、アリアをお姫様待たせたなみたいな、かっこいい言葉を言っちゃうんですけど後で死ぬほど後悔するんですよ。で、そのヒステリアモードを目指すゲームです。だからそれ待ちというか、ほとんどそこに行けばとりあえず熱いで、最初から赤い保留とかあんま来ないんですよ。まず白とかキラキラみたいな、点滅保留とか、だからこれとかが変化して赤になって、あとフジカちゃんになったりして、でも結構プレミアが見れますんで、みんな知ってるかもしれないんですけど319分の1です。で、ST キー100回の今のフラッシュがあったんですけど、フラッシュが赤の時点でチャンス、いうのが白はほとんどもう、でも白からでも当たるんですよこの台、なんと。でもこれはちょっと弱い。今の保留変化の白はちょっとチャンスというか、クルミン的に。で、この今赤、よっしゃ、やっぱりすいません、ピンクもチャンスです。今リコちゃんが出てピカーンって言ったんですよ。このメモリーチェンジの、メモリーチェンジの文字も赤とレインボーがあります。だから多分緑、うん、これが疑似連みたいな感じで、これハーレムチャンスで、今のフラッシュが、アリアが出るフラッシュがビジレンみたいな。で、ここでもまた今これが赤まで行けばヒステリアモードに入る可能性が高いで、ピンクで、もう一回、もう一回お願い、ダメか。何をやっているんですか。で、リーチに行くんですけど、ここでピンク、これが出てきたらいいチャン、あ、ダメだ。でも赤だったんでヒステリアモード行くと思います。私は一発の銃弾、ダメかな。あ、ダメだ。いや、赤フラッシュで当てたい。ヒステリアモード、射程圏外です。嘘、赤でしたよね。あ、嘘、ダメなんだ。
多分 40% ぐらいあります。忘れちゃった。ちょっと片目で見えづらいな。あ、1個来た。で、緑かな。うん、この後が大事なんです。ここで2人が止まってくれれば。あー、ダメかな。うわお、これは2番目です。下から3個あって、よく出るのが3個あって、これが真ん中です。もうこれは外れます。予言者です。もう分かっちゃうんですよ、やりすぎて。なんで白なんだろう、今日は全部緊張してんのかい。よし、来た、緑ですな。お、 VS 来た。これここからですけど、あの50なんですよ、ほとんど50止まり。100まで行きたいんですけど、70まで行けば当たる、ほとんど。私クルミン的に、ほら絶対50なんで B だ。でもこの唯一今のこのピンクフラッシュの時に暗転することがあって、このフィギュアが落ちてくるんですよ。落ちます。そうです、これが役物です。そっとか次回予告、もうダメですね。そうそう、この時にあの赤か金かレインボーになればまあ望みはあるんですけど。ああ好きだよアリア、それでも好きだよ。なんでこんな面白いだよ作ったんだよっていつも切れてます、一人で。なんでこんな面白いんだよってもう心の中で言ってますから。ちょっとアリアどうしたのよ。あーもう当たりを見せたい、400いっちゃったし。わーおーマイガー、いやーヒステリア行ってないのがきついな。もうなんだな、あ、来た。あー短い、ダメだ。シューティングコンボか、交流変化してくれ。あーわーわーわー、うえ、ふざけんな、もうダメだ。もういいよ、いや赤でこんな行かないの初めて、やばい、助けて。もう何なの、大阪は本当相性あれ、大阪のせいにしよう。こんな当たんないことないもん。来た、悪口言ったら来た、赤お願い。どうせ緑、あ、これ3つだともう1回保留チェンジがあるんですよ。赤い、緑以上、よし赤い、騎馬戦かな。あーレムちゃん、セリアモードは行きと思います。赤だからヒステリアモード行きます。ここから初めてです、551回転で。え？あ！当たりました。大阪大好き。もうアリア待ってたよ。よし。よし、もう3ついた時点でもう50杯以上はあります。で、アゴニザンテ。あのこのストックが0、1、2、3、4、5個あるんですけど、1個よりは0個、2個、3個だともうほとんど熱い。
で、ここで暗転すると、ここで暗転しなかったんでプチューン、ダメだ、プチューンするとこれが降ってきて、さらに信頼度アップで、まあ当たりますよ。グッバイくるみじゃない、グッバイくるみ、グッバイくるみ。うわ、一番最悪なやつ、一番弱い、レインボー。うわ、ちょっと怪しいな。スカーレットゾーン、スカーレットゾーン、スカーレットゾーン、お願い、スカーレットゾーン、スカーレットゾーン、スカーレットゾーン。多分当たらず。え、なんで、なんでここに使っちゃうの。普通、さっき連打したじゃないですか、あれでアゴニ暫定になってるから、ここまで行くのが当たり前なんですよ。でも1個無駄にしたみたいな。スカーレットゾーンがないのと、フィギュア降ってきてないのがちょっと気残り、気がかりで、カットインランクアップでまたデンジャーに行けば、もう一回、あーダメだ、外れるかも。いや本当に外れる。チャンスボタン、わ外れるわ、ほらやば。私すごくないですか、わかるんですよ。でもレンジャー90に設定してんのに、お、ま、待て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 、よし当たった、イエーイ。不安でした、今ので外れたんです、外れるんですよ普通に。大阪大好き、なんなら神奈川より好き。3万円で、いやマジ1000ゲームぐらいまで行くと思った。大阪最高、マジ相性いいわ。風穴開けるわよ、楽しい、これが見たいんです私は。コス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 って。